何すんの。なんか To Me っていうね、なんかアプリがあると。To Me。To Me。でこれはなんかそのアニメ化できる、なんかいろんな写真とか、ジブリ風とかのやつとかもあるし、いろんなね、マーベルとか。めっちゃ流行ってるやつや。あ、流行ってんやん。ジブリ風のやつめっちゃ見たことある。そう、それをちょっとやってみようかなと。誰する？俺やって一回。お前の写真があるよ。めちゃくちゃあるやん。いやほんまにほんまに。普通の写あこれでいいか。その写真をちょっと まずアニメ化する前のこの写真ですって見せる。あの潜在の写真。潜在の写真。それをまず見せんと。潜在の写真。あさあ。あ。いやまず。でここに出てるから。でなんそれなんか違うわ思ってたの全然違うわ。ヒゲなんだその片方だけヒゲ入ってるのってお父さん役みたいなんでなんか出てきそうです。なんかな。いやいや耳を澄ませばっぽい。いやいやあでもほんまにこの潜在の写真を耳を澄ませばあの青年みたいな顔になる思っててなるか。お前やってみてリザダイヤの You and Jeff ハモれてた完璧ハモれほんま俺、あ、でも俺中学校の時の俺でしょうかな。ほなら、めっちゃジブリっぽくなるかも。ジブリってそういう中学生ぐらいのやっぱ得意やん。ああ、まあな。おぉどこがやん。どこがやん。俺の中2の時かな。どこがやん。どこがやん。どこマジで、マジでどこがやん。ちょっと角刈りの時の。あーでもこれはでもそうやわなんかどこがやねんどこがやねん確かにねやねんおやけどいやどこがなこれ価格が一緒な探してるだけじゃんこれなんおかんのフラフープどうなのジブリ跳ね返されるんじゃんもう顔やってそのあ、そうか、姿形はもうえ、俺見たの姿形全部なるやつやでのやつもあるんですよあんのあんねやちょっとこれ系とかな、うん、怪しい、うん、かっこよくなるさめちゃくちゃ毛入ってる髪型俺元が分からへんなもうこ髪型をもう生やすねんなあとはだこれとかハリーポッターとかあそんなんあどかこういうのしようかちょっとなんていうんやろそういうエフェクトこういうちょっとファンタジーっぽい川さん川さんはいはいこれ、ねはい、ちょっとパンああでもすげえすごいななんかわかるでもなんかパッとこれ見せられたら、うん、いや川さんやんってなるななるすごいこれすごいわすごいこれさっきのお母さんフラフープやってよこれどうなのフラフープちゃんと入れてくれるわけやこれは全身入るやろなどこがやねんどこがやねん変えすぎてるやんあのもう体型とかも顔も全然違うこれすごないこれはなんかもう川端さんのやつはまだ川端さんやんって分かるけどこれはもう分からんでもアニメ化したらこうなんやろないやいや何あのシーンを何アニメ化すのこれ全身ですめっちゃおもろいよで芸人さんの全身ないんかな林行く林どうなんさっきの林の潜在ああでもどうなんだいぶ渋なってるお前のおじいちゃんおじいちゃんって認識するもんなるほどねあおじいちゃんでも白髪なってるもんおじいちゃんほんま白髪なって若者がこんなハゲてるわけないっていう判断だからちょっとだよなパニックなってたよすごいわ顔は若いけどってこれすごないすごい俺の剣なのこれやってみようせっかまあもともとが荒い画像やからさ
いやすごい時代やで、ほんまに。だから林のハゲてるやつとかもなんか光の加減でなくなってるって思う。どこがやねん。確かに、ね、ほんまやな、すごいリアルじゃない。いやこれに関してはもう変えすぎてるやん。いやリアルすぎて怖いよ。どこがやねん。全身の方がやっぱええな。すごいな。全身の人って誰がいんの。西田君。あーええやん。水泳の。これめちゃくちゃかっこよなるじゃん。水泳部の西田やね。この時点でもかっこええねん。確かに。今の西田出てきたおもろいけど。寿司握ってるさ。寿司握ってる西田が出てきたら。すげえな AI って思ってる。この人ですか。そうそうそう、うん。将来的なこと。おい。すげえやん。すごい。服着させてる。かっこいい。なんか特攻隊みたいになってるやん。体操着みたいな。これあれちゃうなんか他から持ってきただけちゃうこれ。近いのさ。作ったって感じじゃないもんね、これなんか。まあな、でもなんか服着さしてるからさ。あ、寿司のやつあるやん。あ、寿司。寿司のやつある。今たまたま指が触れたら寿司のやつ出てきた。西大の寿司の西大をアニメ化する。もともと西大やっぱりアニメに化しやすい顔してるから。でも確かにそう、西大男。ああ、なんか。お待ち寿司を何かしらやってる感じするよね。で見てんだからこれ何手の上どうなってんの。いやもうなんかもう AI がこういう判断してんの。なんかもう手の上に指みたいなの怖い怖い感じ。でもこういう顔しても何してんの。確かにこういう表情ええー、なそれ。あ、まあ、でもさっきやったのこれちょっとハリーポッターみたいな。ハリーポッター風にしようぜ。ええやん。ハリーポッター風のこのなんか子供の子供マサト子供マサト師匠子供マサト。どうなん子供マサト。そのままのハリーポッター出てくる。子供マサト師匠の子供マサト師匠のハリーポッター。そのままや。でもちょっとマサト師匠に戻って。マサト師匠ちょっと戻ってちょっと戻ってちょっと戻って、子供マサト師匠からちょっとマサト師匠に戻ってきた。ハリーポッターのポスターの後ろの方にちょっと小さいこれ乗ってても最初何も思わへん。あ、こういうのあんねや。で、何回か通りがかってみて、マサト師匠っぽいな。何回かって、しょっぱなでは聞いてた。マサト師匠に戻ったやん。すごい外国風な感じになる。すごいな。いやみんな画面のさ、これもやっぱりさ、もうこれもさ、みんな画面の写真ばっかりやから、うん、一回さ、うん、お願いしたらさ、全員の全身で。全員の全身で。なんでこのいじるために、なんか、なんて説明すんの。ちょっと YouTube で。後ろ全角度のさ、写真撮らった方がええで、これ。いや、だからそれ、どう説明すんの、ね、あれはいじんねやろ。三村さんは三村さんちゃう。三村さん。あの、磯村さん。磯村さん。磯村さんと混ぜてもってるやん。磯村さん。さん怖っ。あの磯部さん。でもハリーポッターはあんまり変わらへんな。そうですね。タッチを。でもタッチがだいぶ変わってよ。だいぶ面白いけどな、俺は。だからもう。三谷幸喜さんって。東村さん。城の前で、お城の前で。これもだから、このチラシもやっぱり最初気づかんよ。あ、ハリーポッターの新しいやつあんねや。何回か前通って。USJ 東村さん。ホグワーツ城の前で、あれ東村さん。気づかんよね、最初。めちゃくちゃおもろいやつ。スーツ着てる。なんかそのお化け屋敷のやつ。ええやん。昔のすごいな。昔の映画館の手書きの看板のええやん。はっきり。そうはっきり、うん、輪郭はっきりした。すごいなこれ。面白いわ。こういう風にできるんよな、うん、みんなでやってみてもいいんちゃうこれ。でもマジで全員の全身をちょっと撮らせてもらおうか。いやその撮らせてくれる人もいるやろけど、その切れてくる人も多分いる。まだやってんのかい。ちょっと見てみたいわ。いじってばっかり。
俺合体巨人一緒やけだホームラン通常見えてへんよ大きすぎて大きすぎてホームラン通常がもう隠れてもらってすごいわなんかやっぱりいい感じだね面白いなこれ面白いな久々に覚えてる最後でこれじゃないいや、そのままの写真な、クロワさん子供にして腹立つ顔してんねん、これこれめちゃめちゃ腹立つ顔してんねん登録者数が100万人いきますようによっしー